皇帝が、死んだ、存在できなくなった、ということは。もう皇帝の妨害はない、という、意味になるはずだが。状況はまだ、あまりそういう感じは、しない。私は正しいのだ。からの、放火まで視野に入れての抵抗。今のところは大した被害はない。がしかし。オーガさんのゲーム機の前で、私は正しい。それが負けていく現実。それは、何かがおかしい、そういう不満をその人の中で、逆に育て増大していくのだろうか。日本は太平洋戦争で、核兵器を落とされて負けた。普通の理解からしたら、オーガさん、それがもたらす、その結果は不条理この上ない、はずで。世界はなぜか、いや必然か、唐突に緊張を始めた。何かが衝突。概念的神様、を審判にしての紛争解決機構、その結果は、現実にあったのと同じになるはずだ、が。逆に、なおさらか。